In recent years, Japanese IT market has been rapidly expanding, and companies are required to secure quality and flexibility of IT services provided. On the other hand, because of the labor shortage, Japanese companies have been struggling to hire staff. Toban Farm's operation also faces this urgent challenge. To solve these problems, Toban Farm's corporation decided to partner with IBD Japan and accept Vietnamese IT personnel.我が社はですね、金融機関を中心に、IT サービスの提供をしている会社になります、全国に約2500名のメンバーがおりまして、一昨年からですね FPT の方、8名に来ていただきまして、私どもの現場へサービス提供の一員として活躍いただいております。 FPT さんは、IT のアウトソーサーとして世界有数の企業であるということで、信頼を受けるパートナー企業だということで、FPT さんとお付き合いさせていただくことになりました。弊社の事業において、FPT さんは、有望な、人材をですね、提供いただいて、今日本は、労働力が非常に不足しているということから、FPT さんの有望な人材に、私どもの現場へ、お越しいただいて一緒に活躍していただいているというのが今現状です。 PT さんは、IT の技術力に加えて、英語の語学力が、非常に長けていらっしゃるので、これからの日本の IT 人材としては非常に有望な方たちが揃っていらっしゃいます。現在はシステムの運用サポートのお手伝いしていただいてますが、これからはですね労働力不足、生産性改革ということで自動化を推進していかなければならないと思っています。そこで FPT さんの技術の方に応援いただいて RPA ロボティクスの技術をここに採用してですね我々の次の世代時代のビジネスを大きくしていきたい。で、日本の企業が困っているところをですね、改革していくお手伝いをしていきたいというふうに思っています。